アウトストラーダ A1 はイタリアのミラノとナポリを接続する高速道路。アウトストラーダデるソーレの別名を持つ。ボローニャ、フィレンツェ、ローマといった主要都市を経由するイタリア最長の高速道路路線であり、イタリアの高速道路網の脊髄となっている。1988年まではミラノローマ間のみが A1 と呼ばれており、ローマナポリ間は A2 と呼ばれていた。 欧州自動車道時 E35 号線及び E45 号線の一部を構成している。この高速道路の全通以前、ミラノ・ナポリカンの物流には、おおむね二日を要していた。1950年代のイタリアの政権は、ミラノ・ナポリカンの高速道路建設を、国民経済発展の上で重要な役割を担う、ものとして、強く望んでおり、事業は、 なるべく早く完水されるよう進められた。高速道路建設は1956年5月19日に寄港した。1958年12月7日、パルマ・ミラノ間が部分開通した。その後、1960年12月3日にボローニャ・フィレンツェ間1962年9月22日にローマ・ナポリ間が開通している。 1964年10月4日、旧ジオルビエート館が開通することで、ミラノとナポリ島を結ぶ高速道路が全通した。全通式には、アントニオセーニ大統領が出席した。A1 はもともとミラノローマ間の路線を指し、ローマナポリ間の路線には、A2 が付されていた。1988年まで、旧 A1 と A2 は、ローマ郊外の環状高速道路である。 GRA を経由して接続していたが、1988年7月21日、GRA の外側に、QA1 と A2 を直結する区間が開通した。この際、ミラノ・ナポリ間の路線番号が A1 に統合され、路線名も解消された。ありがとうございます。